何で雛見沢に行きますか？車で行くならお送りしますよ。スクーターで行くからいいや。それはいけません。帰りに本家に寄られて親類の宴会に加わられるんでしょ？居眠り運転などさせられません。お世話になりますかね。わかりました。では夕方に出発しましょう。そのくらいの頃にお迎えに参ります。綿流しか。サトシ君がいなくなっちゃってからもうすぐ一年になるんだね。ムーでしょ。いらっしゃい。はいよ、網とお椀。よし、やるぞ。金魚はみんな生きがいいね。実に美味しそう。この小さいのなんかそのままボリボリと生でいけちゃうよね。ミオンさんは何を言ってるんでございますの。みーちゃん食べてたの。去年レナからもらったのも食べちゃったの。違う。私そんなこと言ってない。いやでも今ミオン、お前自分で言ったぞ。実に美味しそうだって。確かに言いました。お姉って雑食ですから口に入れば何でも食べちゃうんです。美味しいなら今度僕も試してみるのです。ダメだよリカちゃん、お腹壊しちゃうよ。ちょっと待て。おいこら、お前いつの間にいるんだよ。シオン。はーい、ケイちゃんにお姉にみんなこんばんは。うわっ、あんたどこから湧いてきたの。シオン、焼きそば屋さんの時からずっとです。お姉たちは騒がしいからすぐに見つけられました。もうあんたは関係ないでしょ。早くどっか行きなさいよ。もうお姉もあまり私を邪険にしないでくださいね。けいちゃん、私が一緒でもいいですよね。楽しんでるみたいね。こんばんは、シオンちゃん。月の綺麗な晩ね。あ、
あれ、すごいお久しぶりですね、高野さん。それから…そうだね、挨拶をするのはこれが初めてだね。僕は富武、ミオンちゃんの双子の妹さんだって話は聞いてるよ。よろしくです、富武さん。凄腕のカメラマンとのお噂だとか。ぜひ今度私も映してくださいね。デビューを夢見て投稿を繰り返す素人だけどね。そんなことないわよ、次郎さんは上手よ、いろいろとね。いやいや、まだまだ勉強が足りないよ。才能に恵まれない分を努力で補わないとね。高野さんと富武さん、仲がよろしいようで。私はお邪魔ですかね。あらあら、ご検察痛み入るけど、お気遣いは結構よ。それに高野なんて、なんだか他人行儀みたいな呼び方ね。昔みたいに、ミヨって呼んでくれていいのに。やっぱり目上の人にファーストネーム呼びつけはちょっと気になるものでして。まあその、気にしないでください。あれから図書館には来ないのね。研究の同志としてもっともっといろいろお話ししたかったのに。まあ気が向いたらそのうちってことで。研究の同志って、まさかシオンちゃんも興味があるのかい？そのこの村の昔話とかに。いよいよ始まりますね。そろそろ私も行くかな。高野さんたちも見に行くんですよね、リカちゃまの儀式。うん。実はね、これから西宮殿の中に入ってみようと思うの。でも、確かものすごい厳重な鍵がかかってたと思いましたよ。去年まではね。前の缶抜きじゃ重すぎて大変だと、リカちゃんが言ったらしいの。それで今年から、ものすごく安っぽい南京錠に変わったの。
知ってた？いえ、知り、でも安っぽいと言ったって錠前がかかってますよ。次郎さんね、とても器用なの。じゃ、開けられるんですか？綿流しの儀式が始まれば、全員が儀式に集まるでしょ。祭具殿の周りには人影は全くなくなる。今夜が一番の刺客なの。東大元暮らしとでも言うのかしらね。よかったら後でこっそりいらっしゃいな。二度とないチャンスよ。じゃあよかったら後でね。高野さん、何の内緒話だい？女同士の内緒話よ。行きましょ。暗くて人気のないところへ合いびきに。ん？あサトシ君、どうしよう。何考えてんだ私。どうしたんだよシオン。それより奉納演舞がよく見えるとこってまだ遠いのか？え？奉納演舞がよく見えるなんて誰が言いました？真っ暗だね。みんな転ばないように気をつけるんだよ。ご心配ありがとう。
じゃあ門番をよろしくね。ここ閉めるわよ。やれやれ。じゃあみんなゆっくり楽しんでおいで。大丈夫よ。予備電池も入ってるアウトドア仕様なんだから、消えたりなんかしないわよ。さ、入りましょ。よいしょ。あれが雛見沢の守り神、お社様よ。サトシ君、聞いてる？